すごい。ちょっと待ってください。すごいよこれ。1、2、3、4、5、6来ました。今回は兵庫県相生にやってきました。今日はここからシステムしまして、飲ませ釣りでアコを狙いたいと思います。頑張ります。よしよし、大切。この釣ったイワシが餌になります。あんまりこの奥までやると、はい、その頭を傷つけちゃう。この鼻の透明なとこ、こういうふうに。これで完成。はい。じゃあやってみましょうか。注い方とかってあるんですか？気をついて、1メーターとか上げてあげると、はい、ここからこれぐらいのところにイワシがこういうふうになる。イメージは。はい、ただ、そこも結構起伏があるんですね。棚が上がっていったり下がっていったりっていうのをずっと下がっていながら。ちょっと難しいですけど、慣れてきたら、はい、
りあえずボトムスいて1メーター上げて、そこからこれぐらいのところを下げて、はい、頻繁に底取りをした方がいいですか？ですね。例えば岩があったらまたこういう感じで上げたり、岩を越えて、岩を越えたらまた上げて、ここがずっと船が流れてますね。1メーターぐらいを狙っていく。最初の当たりが出てからゆっくりこうじわじわ下げていっていい当たりが来たんでかけましたけど、あ、でもこれも嬉しい一匹です。引いてますよ。どう？どうなの？
ここで朝子でした。破天かけてきて嬉しかったですし、まあ、あの本命の釣りに入っていろんな魚種釣れたんですけど、なぜか私だけアコウが釣れなくて、そこは本当に残念だったんですが、もう一日を通してすごく楽しみました。皆さんぜひアコウを釣ってください。